はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はね、コメントでありました、ね、琥珀の四日市をね、麦を飲んでほしいという、リスナーさんから、いただいたコメントでありましたんで、これを買ってきました。琥珀色の麦焼酎 220ml で25度。樽熟成酒 100%。芳醇な香りとまろやかな味わい。まあ、いわゆる普通の麦焼酎。樽、なんとか樽でじっくりと熟成させた樽熟成酒だけを使用することで、芳醇な香りとすっきりまろやかな口当たりを実現しました。この四日市っていうのはね、これね、芋とかもあった気がするんだけどね。まあ、忘れました。こちらが宝酒造株式会社。ああ、そうなんだ。ですね。原材料が麦と麦麹となってます。うん。四日市。まあ、麦焼酎は、あんま飲んだことないんで。ね。まあ、別に、そつなく、大体は味一緒ですからね。どの麦焼酎も大体味同じなんで。まあ、乾杯。うん。うん、ちょっと甘いような気がするな。これどこで買ったんだっけな？コンビニとかで売ってたような気もしないでもないけど、どうだったかな？わかんない。スーパーで買ったかもしれん。うん。だいたい200円ぐらいで売ってます。カップ酒のいいところは、カップ焼酎ですね。のいいところは、やっぱり、ちょこっと飲みたい時にちょこっと飲めるんです。有名なこのカップ酒だと、黒霧島とかありますよね。コンビニでも売ってるね。あれが俺は非常におすすめで、芋焼酎の黒霧島ね。あれはね、俺、黒霧島とか芋焼酎はね、もう大体、瓶で買わないんですよ、あんまり。で、瓶で買っちゃうと、まあ、900ml の瓶と 1.8 リットルのやつがあるんですけど、あれがね、飲みきれなくて、最終的に、残るパターンなんですよ。で、俺そこにね、黒霧島の 1.8 リットルのやつ残ってるんですけど、飲みかけね。でね、残しとくとね、この空いた部分に、香りが逃げちゃって、結果として、美味しくないんですよ。なくなっちゃうんで。カップ酒とかは非常に、ね。結局、残ったとしても、まあ、少量ですから。うん。やっぱ、うまい。新鮮なうちに飲めるっていう。新鮮なうちっていうかね。うん。芋焼酎とか、やっぱ香り、麦焼酎もそうですけど、香りが命みたいなもんなんで、うん、麦と芋に関しては、あんまり俺、一升瓶のやつは買いたくないんですよね。うん。できる限り、900ml ですら買いたくないんで。うん。まあもうちょっとね、まあ 900ml でもね、結構ね、俺残ってるんですよ。赤根霧島とか赤霧島とか。で、あと、明るい農村とかも残ってるし。で、これ残ってると結局、ね、さっきも言った通り、香りが飛ぶんで、まずくなるんで、ね。まあ、こういったもんだったら何でもいいんですけど、宝カップみたいな、こういう、焼酎香類のやつだったら別に、こんなの残っても、こういうの 1.8 リットルとかで買っても全然いいんですけど、香りっていうのがほぼないんで、これ。こういう、香類焼酎に至っては、全く香りがないんで、どうでもいいんですけど。やっぱ麦と芋に関しては、香りがかなり重要な部分があるんで。
まあ、琥珀の四日市。ちょっと甘めで飲みやすいかな、これな。他の麦焼酎はちょっと甘いっていうか、こんなに甘くないですね。非常に甘くて飲みやすい。まあ、麦焼酎ってもともと飲みやすいっていうか癖がないらしいんですけどね。まあ、言うても芋焼酎が飲みにくいっていう人もいますけど、芋焼酎は芋焼酎で、飲みやすいものもあれば、もう飲みにくいのもあるんで、一概に芋焼酎全部が全部飲みにくいってわけでもないんですよ。全然飲みやすい、甘い。個人的に俺、麦焼酎か、飲みやすいと思ってます。芋は。だってさ、見た感じさ、だって麦はさ、大麦とか、小麦とか使ってるでしょ？芋焼酎ってさ、じゃがいもを使ってるわけじゃないんですよ。さつまいも使ってるんですよ。で、さつまいもって、秋とかに、焼き芋にして食べるでしょ？あれ美味しいでしょ？甘くて。ね。あれを使ってるんですよ。だから明らかに、これよかな、麦焼酎なんかよか、はるかに甘みが強いんですよ。芋焼酎。だから、女性にも非常に、飲みやすいんです。ただし、まあ、黒霧島とかは非常に飲みやすいです。まあ、俺が芋焼酎の中で一番飲みやすい、っていうと、まあ、あれだな。なんだっけ。なんだっけ。確か、そこにあって。あ、御嶽ね。御嶽ね。御嶽、御嶽。御嶽は非常に飲みやすいです。うまい。甘い。うまい。香りがいい。この三拍子揃ってる。とにかく甘い。香りも甘い。もう飲みやすい以外の、多分一番今まで飲んだ芋焼酎で一番飲みやすいです。麦のこの四日市も、多分一番飲みやすいのかな、どうだろう。で、関係ないんですけど、昨日忘年会でして、昨日じゃねえ、今日か。今日の夜っていうか、昨日の夜から、今日の朝まで、まあ、日をまたいで、ね、泊まりがけで忘年会だったんですが、結局、ウコンの力飲まなかったんで、適当に飲もう。いやー、忘年会ね、もう、ものすごいぼっちでしたね。ひどかったです。もう、ぼっちパターンの、典型でしたね。もうみんなね、大広間で、100人ぐらいの、でね、集まってやったんですけど、100人、200人ぐらい、かな。もうね、みんなね、こう、わちゃわちゃーと、みんななんかこう、集まってこう、ね、最終的に喋ってるんだけど、ね、俺だけこう、ポツーンとね。いや、今日はじゃねえや。全然面白くなかったな。もう来年から行かないことにしよう。ひどいぼっちを見た。もう精神的にだいぶ来るね。あれは、本当に。でね、気を利かせてね、話に来てくれたね。人が言ってましたけど、なんか、なんだっけ、まあ、俺が一人で飲んでて、で、こう、乾杯とかって言ってきて、ね、ほら、そこら辺に、ね、そっちに、誰々さんいるから、話に行ったら、とかって、言われたんですけど、いやーっつって。いやー、あんまり、で、俺があんまり楽しくないですわーって言ったんです。なんか、寂しいですわーみたいなこと言って、で、その人が、もっと飲みなって言って、
ね、いろいろやってくれてたんですけどね。うん。最終的に、ちょっと、ね、なんか、思い込み激しいんじゃないって言われましたね。ちょっと一人ぼっちで飲んでて、なんか、うん。思い込み激しいんじゃないって言われて。確かにそうですね、って言って。うん。いやー。今年の忘年会は全然面白くなかった。で、なんか当たったらしいんですよ、なんかね。抽選みたいにするじゃないですか。なんか当たったらしいんだけど、覚えてないんだよな。呼ばれたことわかんない、わかんないんで。なんか他の人が当たったよーって、教えてくれたんですけど。うん。何当たったんだろうな。まあ、基本的に飲んだのはビール。うん。飲んだんですけど、最終的にもう、最初は良かったんですけど、その席についてる時は段階は良かったんですけど、最初のね、始まって30分ぐらいかな、は良かったんだけど、もう最終的に、それ以降の、それ以降2時間ぐらいやったけどね、全然ね、もう周りに話す人間が誰もいなくなって、で、一人でこう携帯をいじりながら、スマホをいじりながらタバコを吸ってました。なんか、ものすごい辛い、あの日だったわ。うん。まあ、でもまあ、ね、温泉は良かったです、温泉はね。うん。新潟のね、月岡温泉っていう、まあ、新発田市のね、月岡温泉っていうとこなんですけど、そこでね、まあ、忘年会やったんですよ。うん、あそこはね、去年も同じとこ行ったんだけど、すごいね、源泉がね、すごい、肌がツルツルになるんだ。ツルツルになるっていうか、なんかヌルヌルすんだよね。結局あれ、アルカリ性なんだろうな、多分な。アルカリ性だから肌が若干溶けてんだよ、多分。うん。溶けてるって言い方は悪いけど、まあ実際溶けてんだよね。あれ、アルカリ性だから、肌が結局、わずか穴からに溶けてるから、その、結局いらない、その、皮膚っていうか、まあいわゆる赤みたいなのを、うん。溶かしてくれて、ツルツルになるんですよ。うん。まあ良かったですけど、もうダメだな。もう来年からもう行く気がないな。もうなんかトラウマになったわ。なんか気分が悪い。すごい。だってみんなさ、まあ基本的におばちゃんとかばっかりなんですけど、おばちゃんとか。かがゆって、若い女性もいるんですけど、俺の性格上ちょっと話しに行けないんで、あんまよろしくないですよね、あれはね。で、その、若い子のグループで喋ったりしてるから、若いその女の子はね。だからそこの輪に入ってっていうのもちょっと厳しいんで、無理。で、かといって、俺個人的に、年上が好きなんで、40ぐらいのね、人がね、ちょっと、いいなと思ったんですけど、その人は一人で飲んでたんで、行くかーと思ったんですけど、ちょっと、俺の行く勇気がなくて無理だったっていう。くぅ、あれは、いつもね、結構ね、元気にね、可愛い声ってね、可愛いっていうか、うん。40ぐらいか、いや、35ぐらいか。うん。いい年ですね。いい年っていうか、いい、
年齢ですよ。いい年齢というか、別な、まあ、悪い意味じゃなく、すごい、いい意味で、いい年齢で。個人的に30ぐらいから35ぐらいが一番、なんか、割と好きなんで、うん。豊島の人が結構好きなんで。いやー、行きたかったんだけどね、ちょっと厳しいね。うん。いわゆる草食系男子ですから、でもどうしようもないですね。うん。まあ、おまけに顔が顔だしな。顔が顔で、あれなんで。きついね。さすがにきついね。うん。はぁ。まあでもまあ。うん。うん、もう。もう学士だよ。自分のあれに学士だよ。酒にね、酔って、突っ込むみたいな感じの、ね、考えだったんですけど、あまりにも一人ぼっちすぎて、もうね、酔えないんですよね。もはや。うん。もう酔ってこないんですよ。テンションが上がんないから、結果として酔えないんですよ。飲んでも酔えないんですよ。もうテンションが下がって、行く一方だったんで、もう酔う気配すらないという。ああ、そうそう。あと、すごいね、雪がね、大量に降りましたね。俺の地域だと60センチも降りましたよ。一晩で。その忘年会のね、翌日じゃねえや。前の日。てか、その忘年会、の日に仕事だったんですけど、いきなりね、朝起きたらね、まあ朝起こされて、遅刻するぞって言われて、雪降りまくってるから遅刻するぞって言われて、で、7時に起きたら、もう60センチも積もってて、うん。で、雪かき30分やって、めっちゃ疲れた、言うて。ねえ。で、リンゴ1個食って、仕事出かけましたけど。ひどかったよ。もう汗だくで、雪かきしてね。もう体力がもうない状態で仕事やってましたから。眠くてしょうがなかったの、仕事中。まあこれ麦焼酎はね、これホッピーで割るとうまいんで。うん。麦焼酎これ半分ぐらい残しとこう。ホッピーで割るようにちょっと。後で飲むように残しとこう。そういうことで。まあね、ぼっちには、ぼっちというかね、コミュ障には辛い忘年会がね。まあ俺は別に出ても出なくてもいいんですけど。だから来年からはもう出ないことにしよう。もう気分が悪い。もうずっとね、ほとんどの時間ね、トイレにこもってましたからね。トイレにこもってましたから。トイレにね、割と、こもりつつ。まあ、普通じゃないこれ。3443で少視聴ありがとうございました。